カオどうしたんですか今日は日本について外国人が知りたい質問を答えたいと思います。先に言った通りに日本に行きたい外国人が多いんですけど、悩んでいる外国人もいるので、今日はそういう質問を答えて、みんなは安心して日本に行きますね。特別なトピックですから、特別な人を連れてきましたよ。招待されたのがカオこんにちは。あと招待させてもらっていいの？はい、私はカオです。23歳です。 YouTuber もしてる？はい、私は YouTuber してるので、よかったら見てください。デスクリプションのところに書いていますので、ぜひ見てくださいね。はい、それでは日本の一番いいところは何ですか？日本のいいところはまず安全なところ。私は財布を5回ぐらい落としたりなくしたことがありますが、絶対に帰ってきます。多分海外だったらもう盗まれて終わりかなって思います。そういうことがあるね。だからみんなは優しいからすぐに財布を持ってきますね。ゲイ、それは一つ。2番目、日本は小さい国だから旅行に行きやすいです。車があればいろんなところに行けるし、もうその県、そのシティによって美味しい食べ物があるので、本当に楽しいです。あといい建物があったり。そうなんですね。それぞれの県が自分の名物があるから、それを食べて楽しみってことだね。日本の一番いい季節は、日本のいい一番いい季節は春。なんで？何かっていうと、まず桜。あ、桜だね。あと梅。うん、東京の目黒とか、まあ、水戸とかはすごい梅とか桜が綺麗で、よくみんな家族で桜の下でご飯、お弁当を食べたりします。そう、ね、それは名前がある花見。お花見、お花見だね。で、なんか僕はなんか初めて春の時に日本に時間を過ごした時にところが変わっている。例えば近くにある公園のところに行って、で普通にスポーツをしてるけど、春の時に違うところじゃないか、なんか本当に明らかでピンク色とか白い色の桜があって、それはきれかったけど、やっぱ日本のいいところはやっぱ春夏秋冬、春夏秋冬があるところだと思うので、多分ない国も多いと思うんですよ。だからその季節を楽しむのも日本の一つ楽しみ方かなと思います。だからそれぞれの季節に来てもいいってことだね。OK、じゃあそれは外国人よく聞いた質問なんだけど、日本人は外国人についてどんなイメージを持っている？最近よく日本で外国人観光客を見るんですけど、みんな多分話したいと思うんですよ、けれど英語ができない。 それが怖くて話せない、けど外国人を嫌いとかそういうのは一切なくて、ただ、英語のできなさで多分話すことをもがいているんだと思います。そうなんだね。ということで言語は、バリアになっちゃう。そうです。けれども、そういうこともあるけど、それに関係しなずに直接外国人に話す日本人もいるから大丈夫。あとはもし電車に乗りたかったら日本人に話したら絶対答えられるから、本当に問題はないね。自分たちのできる限りのことを、多分私たちはすると思うので、ためらわずに私たちに話しかけてください。もし例えばカホに外国人が急に声をかけたら、どんなふうに思う？私の場合は嬉しいです。例えば英語ができなかったとしても、けれど嬉しいし、助けたいとか話したいって思います。けどやっぱ英語ができないとなんか申し訳なさも出てきちゃうことがあります。そうなんだね。ということで英語を話したい人は
絶対なんか話す希望できなかったら困るね。今は Google 翻訳とかあるから、うんうん、それを使えば多分、うん、みんなちゃんとできるんじゃないかな。だから問題はないということで、問題はない。今回は仕事についてなんだけど、はい、日本語を話さずに仕事をできるかな、外国人。ああ、日本語、うん、まずはバイトで、あとは仕事できるかな、多分あれ、ファーム？ファーム、あ、農業、うん、okay. 系は結構募集しているので、で今タイの方とかベトナムの方とかもやられてるとは聞いたことがあるので、ファームはいけると思います。ただコンビニになると、うん、なんか日本語の能力検定試験というので N3 をクリアしないと働けないので、うん、そこのコンビニとかでバイトしたければしっかり勉強してから。そうなんだね。やっぱ日本は結構日本人が多くて、やっぱ日本語ができないと厳しい。やっぱ海外の国際を受け入れてるわけであんまりないから。関係も難しくなるね。もし日本語わからなかったら。分からなかったら。多分ジョアンさんも苦労したと思う。そうだね。僕の場合はなんかバイトをしてるなんだけど、英語の先生のバイトだから、もし日本語を話さなかったら大丈夫と言われたので、農業とか英語の先生だったら絶対日本語は必要ではないけど、カオが言った通りに他の仕事だったら、他のバイトだったら、ちゃんと日本語を話さないといけないね。だからみんな絶対練習してくださいね。ジョアンさん、うまい。まだまだ。その質問の中で、どれが一番役に立ったでしょうか？コメントで教えてください。そして、カホのチャンネルも登録してください。お願いします。はい、もしこの動画を良ければ、ぜひぜひ、Subscribe and Like! ありがとう。ありがとう。I'm stressed because you are here. 今日は Please. Don't look at me. I'm so stressed. Because I know you understand what I say. You're looking at me. What is he gonna say? Okay, let's be serious. Okay. Go! Don't laugh at me.その質問の中で、どれが一番役に立ったのかな？あ、no. That's, I should use 敬語。だったでしょうか？だったでしょうか？ Don't film me! 今日は、今日は日本について外国人が知りたい質問。